はい、皆さんこんにちは。魚とともに生きるです。今日はですね、5月の11日の、魚の入荷具合を映していきたいと思います。これがですね、全部、前の海で獲れた前もんってやつですね。渡りガニとかメイタガレイ、これだいぶ超えてきましたね。ここもメイタガレイで、これがモガレイですね。モガレイも今だいぶ良くなってきました。ここもモガレイで、まあ、こっちの死んだやつ、あとはチヌと赤貝、あとはヒロデ貝ですね。これは赤貝、赤貝も結構取れてますね。まあ、バイ貝にハマグリに、まあ、これはイカですね。モンゴウイカ、あとはコチが結構取れてますね。こんな感じで、深いヒラメに、車エビ、チヌですね。まあこの辺、こっちが結構取れてます。アタリガニも結構 A サイズですね。うまそう。まあ石ガレー、あ、これ黒下ガレー、これをムニエルしたら最高ですね。西貝ありますね。最近数少ないんですけど、ベラもたまに出てきます。まあメバルとか、モガレイ、石ガレイですね。ヒガンフグも引き出しています。こういう干しガレイ、石ガレイもたまに入荷あります。ヒラメとかですね。でもヒラメやな。ここもコチですね。コチでかいな。結構いいサイズ。ここはスズキとか。ここはチヌですね。チヌにスズキ。ほら。キビレ。ちょっと中間のゾーン見てきます。ここはヒノデ貝にバイ貝ですね。結構イカが多いな。ここもコチとかモガレイ、メイタガレイですね。アンコ、近くで写真、魚の写真撮ってます。アンコ、買ったんですか？アンコ、イケアに行きとんの。まだ行かしてるんですか？じゃあ前のやつは、フラッグがアンコ。失礼なね。ほぼポチですね。まあ、メイタガレーに、シガレー、シガレーでかいな。かなりでかい、かなりでかい石ガレイ。まあ黒下とかバイ貝、クロダイですね。まず真ん中はこんな感じだな。まあここは三重県の違う、漁場から来たところ、魚なんですけど、まあブリ、タイ、イサギとかですね。これもタイですね。
はい、13番。はいよ。これは これは富山からのホタルイカ、兵庫ですね。北海道から結構ホタテも貝柱来てます。今日は水だこに、何これ、これは何でしょうか。まあ石ガレイとかですね。今日はアナゴに赤貝、養殖のアワビですね。まあ、鮎以上。いいよ。